ハローエブリワン、マイネームサイキ。どうもこんにちは。ファーストタイムの方は151円に感謝を。まあ、はじめまして。で、まあ、何回もエブリ会ってる方は、まあ、グッドモーニング、グッドアフタヌーン、グッドエブリング、いつもありがとう。つうわけでね、今回僕がプレイングしていくのはこの甘神。まあ、ラブゲームだな。いわゆるギャルゲーだ。プレストのボタン。一応、セッティングの方だけはしといたんだけどね。うん、で、まあ、ギャルゲーと言っちゃえばね、どういうゲームかとね、まあ、ガールフレンドとまあ、仲良く、あんなことや、やんなことをするゲームなんですよ。ただね、僕はね、一応ギャルゲーをちょっと2回ほどプレイしたことがあるんですよ。まあちょっと甘神じゃなくてときメモ2とちょっと人工学園2のゲームがあったんですけど、でまあ次からちょっと誰かのセーブレターが入ってるわけがないよな。それそうだ、それも入ってるわけない。というわけで初めからまあニュービギング。あなたのイメージを入力してもらえるか。おれネームだな。これがネームエントリーディスプレイ。というわけで俺のネームを記載、コールネーム。あーいーん、あなたの名前を入力してもらえるかな。オッケー、アイン、これはカタカナ、英語でアイン、カタカナで大輝。これが僕のコールネームだ。主にギャルギャルの時はこのコーナーを使う。OK、クラック。というわけでゲームが始まる。このオレンジスカイ。プロローグなんだこれ。何これ、なんかあんのか、待って、何これ。これは、こたつだよな。おそらく毛布、電気毛布。まあ、違う。じゃあ、まあいいや。ねえ、うまくないんだよね。やったんだけど。やっぱりプロローグからスタートするんだな。ここで始めて、こっから全てのストーリーを始まるんだな。まあ、この先ね、何がウェイティングしてるかわからない。で、僕はね、幸せをつかむために、未来をつかむために、平和をつかむために戦うと思う。キャッチザフリーダム、キャッチザハピネス、キャッチザフリーダム、キャッチザラブ。うん、よし、やるしかないんだ。というわけで、アクションコレクティブ、よっしゃ、アクションコレクト。僕は生きている。この世界で。たとえ悲しいことがあろうとも、辛いことがあろうとも、皆が情報に支配されようとも、すべてを敵に回そうとも、僕は耐えて生きている。そして僕は戻ってきてしまった。ギャルゲーの世界へと。ギャルゲーに心を奪われてしまった人間は、またギャルゲーと戻ってしまう。たとえそれが、悲しみのストーリーの始まりだろうとも、たとえそれが、叶わぬ恋だろうとも。なんだこのなんというか、ピアノだけのサッドネスな BGM はなんだ。多分気のせいだと思う。シンキングするんだが、そのデーのサンセットは特別に眩しい気がした。スペシャルに眩しい。なんでスペシャルに眩しいんだ。こんなデーでもチュートルは元気にランニング。いや、こんなデーなのかもしれない。で、今日はどんな日なのか一体。こんな日ってことはつまりスペシャルデーなの、何かしらの。自分も浮かれちまってるせいか、パーグナーをランニング元気にランニングしてる子供たちを見てと、なぜか不思議とスマイルがこぼれちまった。笑顔の連鎖反応ってやつか。だがちょっと待ってくれ。このムードで俺にスマイル届くのか。本当に俺のスマイル。寒くないのかな。ノットコードなのかな。なんで僕はシンキングしながらポケットを忍ばせた携帯回路を俺は握りしめる。これならショートタイムならなんとかなる。ああ、ホットだな。言っとくか、回路は食い物じゃねえからな。でもさ、本当テクノロジーは進化したもんだよ。握るだけであったかくなれなんてさ。一体回路とまあ一体何ができるのか。本当。ふとシティにね、目をやると、きらびやかなイルミネーションが目に入った。お祭り騒ぎってやつか。イルミネーション、つまりまだはっきりとは見えないイルミネーションを僕はビューをしながら不思議なハートが込めてくる。イルミネーションか。イルミネーションの舞台裏はマネーってやつだ。所詮こういう、いや Today is Christmas Special Day Yes。 でもなんかまあなんか音楽悲しいからあんま喜べないんだよな。本当にクリスマスなんだけど。でもしかして俺努力な Many Times だろ。しばらく僕はイルミネーションをウォッチしていたら、すっかりチュートルの声は聞こえなくなってきた。今俺に実践できるのは、精霊のささやき、風を切り裂くこと、そしてサイレントの音。携帯回路もすっかり冷たくなり、ウィンターの厳しい寒さがパークを包み込む。寒いな、やっぱり。もうこいつが、イルミネーションはその輝きまして、今じゃここがでもはっきりと見える。クリスマスはな、シティもな、ヒューマンもな、一日だけ埋もれちまうんだよ。一日だけな。スペシャルデーだからな、油断しちまうんだ。でも、本当に今日はスペシャルデーなのか。しかし、うっ、寒い。うわぁ、This is winter cold. It's cold. 寒いものだ。だが、落ち着くの、大気。大気ブラックだと、この点の寒さに耐えきれなかったんだな。戦争じゃ耐えきれできないぞ。ギャルゲーなんて、もっと寒い思いをしなくちゃいけないんだ、僕は。そうなんだ、ウィンドなんか寒くて、コールなんか当然なんだよ。そうだよ。確かに今は寒い。でも、もしかしたら俺は今後もっと寒い思いをするかもしれないんだよ。
でも、トゥデイはスペシャルなと。だから特別にスペシャルなことコールドじゃない。気のせいじゃなくて。どうした、大輝。何を言ってる？いや、もう、諦めんなよ！どうしてそこで、待って待って、何？諦め、来ない？エントランスセレモニーで見かけて、ずっと憧れた。ずっとターゲットだった。ずっと、見てきた。牧原美香。Hey! Who is it? 牧原美香、誰？誰だ、そいつは。俺のブレインデータだ、そいつは。ずっとトークもできなかったけど、3年生になって、クラスがやっと一緒になってから頑張った。頑張ったよな。わからない。俺にはわからないんだ。自分のしてきた行動、自分のしてきたアクションが。自分は何をしたんだ、一体。梅原。誰だ、そいつは。そいつは誰なんだ。俺のブレインを洗っても、洗っても、そいつの名前言わないで出てこない。ようやくトレイのプロレスを取り付けて。D 方向。D 方向って誰なんだ。あれか、妹か。女の子が予防するプレゼントを聞いて、デートスポットをファインドしたり、ファインド&サーチ、他にもいろいろ。頑張ってきたよな。今日のプロデューのために、僕は努力を惜しみなく詰めてた。だけどその努力は無駄に終わっちまったのか。それなのに、なんで生きてくれ。ちょっと待って。僕は何もしてないよ、まだ。まだ何もしてないよ。なんで、そうそう、牧原って何なの。宮に自慢話までしちゃったよ。I'm a fool! I'm very fool! 悲しいだけだ。ただ、待って、やばい、涙できた。ちょ、待って。なんで俺は牧原とかよくわからない男、女のために。もしかして。シンキングできるビジョンは3つある。俺の妄想だったから。すべて僕のビジョン。すべて俺のファンタジー。All is dream! All is fantasy! Not dear! 本当はプロミスなんかしなくて、全部俺の勘違いで。いや、そんなわけないよ。すまるで、どうしよう。そのデータは本当なのか？指切り。その感触は本当にあるのか？その感触は本物なのか？その記憶を植え付けられたんじゃないのか？そのメモリーを。俺はその記憶を誰かに植え付けられてるだけって、本当は勘違いなわけがない。スターレットスカイ。星に祈りを捧げるのか？星に祈りを捧げてみよう、今日は。いや、確かに星を捧げたところ、祈りを捧げるのかさ、何か起こるかわからない。プレイしてもさ、でもさ、何かをしないよりはマシなんだよ。うん。何か、結局振られた。諦めんなよ、大輝。諦めんなよ、ネバーギブアップだ、大輝。ドントネバーギブアップじゃなくて、ネバーギブアップだ、ドントネバー、諦めちゃダメだ。なんでなんだろう。何が悪かったんだろう。なんでプロミスはしたのに来なかったんだろう。バースデープレゼントをセントした時は、あんなにハッピーだったのに。違うんだ、違うんだ、それは。中身が良かっただけで、俺からもらったことが嬉しかったじゃない。中身が嬉しかったんだよ。Why?Why? ミートしてカンファームとしたい。カンファームして、梅原に今日の聞いても、僕は何もあとはできないよ。こんなの、こんなの。Why? でも、もしも彼女になって、まともにトークができるのか？このメンタルコンディションで僕はまともにコンバセッションができるのか？来なかった理由聞いて、耐えられるのか？とても自信がない。もうこんなペインフルな思いをしたくない。 No! Please! Please! もうこんな思いで早まるな、大輝。早まるな、ライフ。まだストーリーは終わっちゃねえんだ。まだオープニングだけど、3学期だけだ。終盤なんだ。終盤だけチャージ。耐えれば。クラスメイトのドントークで、トークしないロンディ、ローンウルフを突ければすぐにグラディション卒業式だ。それでいいんじゃないのか。It's snowy. 降ってきたな。確か、ピクシューとのファーストミッションも雪の日だったよな。オープニングは雪で始まるもんなのか。Snow is falling. でも、スノーが降ろうとも何も変わらないんだ。みんなの未来も、俺の未来も。俺には俺の明日があって、みんなにはみんなの明日がある。もしかして、クラウド、スカイが代わりに涙を流してんのか、ティアーズを。俺の代わりに泣いてくれてんのか。 I'm back, return to base. このままだとコールになっちまう。シックになるのはノーセンスだからな。このプレゼント、なんだこれは。いつ買ったんだ。お小遣いを、マネーをセーブして倍したペアのペンダント。ダメだ。とてもこいつを背に引き継がなきゃいけない。アーマーにできない。
ダストボックス出てこう。スローイングダストボックスだ。もうごめんだ。心も体も寒い。バカだよな。皮肉なデスティニーだよな。なんでオープニングがこんな辛い。待って、もしかしたけどさ、俺最初さ、オープニングでさ、コンティニューでさ、セーブデータ見ちゃったよな。だからこうなっちゃったの、もしかして。とりあえず帰ろう。リターントゥーバック、リターントゥーホームベース。家に帰ろう。基地に帰ろう。家だけは俺の味方のはずなんだ。帰って、温まないとな。冷えちまったボディもそうだけど、冷えちまった肌もな。でも家に入ってもさ、ハートなんか温まんのか、本当に。ゆっくりと温まる。今それのこと考えるんだ。この状況で、この状況では何もプラスなことは真剣にできない。これが俺のオープニングなのか。12月の空気は切り裂くような冷たさを持って僕の心を通り過ぎていく。家族連れや恋人、行き交う人たちの目は幸せに満ち溢れていた。僕だけが取り残されたみたいだった。そして僕はオブジェになるのを拒むようにその場を後にした。悲しいだけだ。ただ。ニーニー、朝だよ。わ、へい、ふわーゆ、どちら様でしょうか。なんだこの電信号は。一体誰が。へい、ミヤ。なん、What? This is a dream? What? ここはどこだ。なんやとまれ、これはドリームだったんだな。さすがにジョーグでもできないバトドリームノーセンクだぜ。そんな暗い。ニーニー。ニーニーってことはつまり俺がブラザーなんだな。ミヤイズマイシスター。ああ、だが若干まあノイズな。まあでもノイズなら私も一緒のことだ。まあノイズブラザーズってことじゃないか。ニーニー入るよ。オーケー、セーフティーロックを返せる。セーフティーディムービングで。あれ、いない。いや、俺は死んでるのか。いや、そうじゃない。僕は生きてる。アイリブ。アイ。ニーニー、またここ？え、またここってどういう意味だ？あ、わあ、ベリキュー。ニーニー。グッドモーニングミア。オーソーリー、クロージングショップトゥデイ。バイバイ。閉めちゃってよかった。ほーらー。閉店してる場合じゃないよ。オッケー、オッケー、ショッピング、ショッピング。開店の時間ですよ。オッケー、ジャーパレット、ジャーパレット。オッケー、オープニング。ハローミア、グッドモーニング。また押し入れにこもって。いやいやいや、ごめんな。ちょっとな、最近ドラえもんにハマっちまってな。やっぱりこん中ベリーホットだからさ。別にいいだろ。 Today is cool day。 いわゆるクールな日はやっぱりさ、こん中に入ってまあ暖かくなりてんだよ。暖房つければいいじゃん。なん分かってたな、ミヤちゃんは。いいか、ミヤ、今じゃアースはな、どんどん汚染されてってんだ。バイオメントルディストラクション、つまりエコロジーなんだ。エコロジー、いかにエコロジーアクションを起こすかなんて。俺たちの行動で、俺たちが少しでもこういう行動すればな、電気代は節約できる。また嫌なことでもあったの？いや、別にそんなんじゃないよ。でも大丈夫、ブラザーはその手じゃ死にはしないさ。よし。ねえニーニー。ミア、どうした？ Hey, what's wrong? 本当は何か嫌なことあった？大丈夫？心配してくれてんのか。いや待て、ダメだ。シスターに迷惑をかけちゃダメだ。ミア、お前は優しいんだ。だからお前にこの悲しみを味わわせたくない。I nothing. Sad event is nothing.嫌なことなんてナッシングなのさ。そっか。オーライオーライ、トランスフォーメーション。
ション、ハードトランスフォーメーション、何もんではない。オッケー、またコスチュームチェンジ、アーマーを着ようじゃないか。アーマー着てスクールというな、職場に行こうじゃないか。うん、行こう。 Right, moving out。 どうした、先に行かないのか。今日は一緒に行く日なの。いいだろいいだろ、トゥギャザーするのも悪くないだろ、安心しろ、俺があんたを守ってやる。一緒に行く気って誰がセレクトしたんだ、そんなこと。でもにゃお前な、俺をコントロールできると思うなよ。まあいいだろ、僕は今回グッドムードだから一緒に行ってやろうじゃないか。どうした、別にいいぞ俺は。オーライオーライ、下で上で来てね、大丈夫、30秒で下がしませんから。レディー、はーい、オーライ、サーリーレディー。まったく気まぐれなやつだな。だがキュートだからよそしよう。そしてな、ミワちゃんは俺のマイシスター、ファミリー、仲間なんだ。そう、ファミリーで一員として仲間としてね、俺はな、ミアを絶対にプロテクトしない、アブソルプロテクトだ。でね、最悪俺はね、ミアちゃんとインフィニティラブを、いやダメだダメだ、いや可愛ければいっか、可愛ければいっか。うん、しかし今日は特別に寒いものならベリーコードだ。とりあえずアーマー結構来てこな、1個2個3個オッケー、こんなに頑丈に来ても何も問題ない、ノープロレム。この冷え切ったな、アーマーを切るとな、人肌コードのが際立つもんな。お、出撃だな、よーし、マグスケ行ってきます。大気ブラックエッド、サーリー、よーし、まあとりあえず生きて帰ろう、それを言われたんじゃん、それが大事な。さーて、こっから先はバトルフィード、 BK4 ミア。This is winter! ミアと一緒に学校行くの久しぶりだね。そうかそうかそうか、いや俺もあんたの学校に久しぶりに気がするよ。いや、ある意味俺がペルソナ管理者じゃない、これはファーストタイムなのかもしれん。そうだっけ。そうだよ、ニーニーミアのこと置いていっちゃうよ。君はな、あれなんだ、ゆっくりスローリーすぎるんだよな。いや、君がスローリーじゃない、俺が早すぎんだ。俺は特に常に最速を意識してるからな。いいか、常にこのタイムはな、常に進んでんだ、タイムっちゅうものはな、この時間を無駄にしたらない、この通勤時間ってものな。そうかな、まあ安心しろ、まあ今日は別に十分タイムも余裕ある、ゆっくりスローリーに歩いてるよ。うん、そうだそうだ、でも結構あんたは結構スローリーな方だと思うぞ。しかもキャットをカンファームの次第君は追いかける、フラワーを見つけ出す、座り込む。まったく、でもそのバーニング好奇心俺は好きだぜ、アイラッキーって。まあまあ、そんなに急いで歩いても何もいいことないよ。ほら、人生なんてロングタイム、ロングタイムだ、ゆっくりスローリーに一発歩いても一発、ステップバイステップだ。うん、ただ遅刻にならん程度にな。うん、そうとも言えるか、ね、まあでも今日は結構タイムに余裕があれば問題ないの、ノープロムってやつだ。うん、ソラルミア、ちょっとニュースしたことがあるんだか。ハウスの中じゃないんだか、ニーニーじゃないだろ、作戦中はコールネームに呼んでくれ、俺はアインだ。あ、油断してた、ごめんごめん。忘れんな、いいか、ハウスの外に出たから、ここ戦場バトルフィールドなんだ。バトルフィールドは何が来てもおかしくない、情報の漏洩を防ぐためにもいろいろ。にゃにゃ、それにしても寒いね。まあなあ、仕方ねえよ、この時期は、このシーズンは、ま、ウィンターだしな。どうした、息も真っ白だよ、本当にホワイトなもんだな。人間も心も、人の心もさ、こんぐらい真っ白になってくれりゃいいんだかな。Hey, what's wrong? つまんない。 What?Hey, what are you talking? 何がつまんないんだ、言ってみろよ。お兄ちゃんの反応つまんない。 OK! 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 イーティングしちゃうよ、分かった、もっと食いついてるよ。 OK! ミヤちゃん OK! いいだろ、つまんないというのはどういう意味か教えるか。マスター、待てよ、うから始まる言葉はないぞ、それじゃダメだ、うから始まる言葉はない、ダメだ、くそ、難しい、結構ビリビリ感だな。 OK! OK! そんなんだから、いい年して彼女の一人もできないんだよ。なんだよ、じゃあお前が彼女になってくれよ、俺のガールフレンドには。確かに俺は振られまくってガールフレンドはいないさ。でもおい、なんだと、そういう意味だってお前ボーイフレンドができたためしかないじゃないか、実際。ミアはお兄ちゃんに遠慮してどうだろうね、ミアちゃんはもしかしたら子供っぽいからどうだが、何よ、ミアちゃんはいまだにこういう俺みたいなブラザーにもうね、ベタベタベタ、そんなキッズボリだから誰からも相手されないんだ君は。えおっと、これはどうやらデンジャートリガーを僕は引いてしまったような気がするが、気のせいで、ま、ような気のせいじゃないような、お子様体型って言った。いやまあね、僕はトゥルース、真実を述べたまでだからねいやでもあしろ、いつキッズボリでもね、キッズボリだからの魅力があるんだよミアちゃん。待て、なんだこれ、ダッシュ、うわっ、ノックアウト、ニーニーのバカくそ、やりやがったな、もう知らない、バカニーニーくそ、いやウェイ、くそ、朝からこんなビッグダメージを食らうなんてな、ミア、
お前がバイオレンスを振る、バイオレンス指示だと思ってなかったぞ。くそー、ちくしょう。まああれだ、ただ今回の範囲は俺にある。今回俺があんなこと言ったら俺が悪かった。よく、セーブできないか、まだ。まあ、しゃあない。相変わらずだな。What? Hey, who is it? 誰だお前は。俺の電波信号に入ってくんな。君は朝っぱらからお熱いことこの上ない。そうか、ベリーホットか。どうなおい。どうだどうだ、俺たちのラブラップリテンは俺も若干ピュアになれない部分があるんだから、もう少しこの素直になれればいいんだから。問いたかったが君は誰だい。悪いけどね、僕はね、その外部に情報を漏せた頃が稼げだからね。うん、悪いね。ここのフィールドはね、俺たちだけのフィールドなんだ。部外者入んないでくれ。どう、そう来るか、そう来ちゃう。すまねえな、どうも俺は人見知りが激しいもんでな。あんたは誰だか触れるんだったらそのコールネームでくれ。コールネームをシスターをしてる俺はからかう触れると思ったもんはない。それに悪い、そうかね、人を信じることはできないんだこの世界において。分かるだろ君で誰。辛いね。悪い悪い、とりあえずコールネームの外に出て、コールネームの外に。せっかく新作が入ったから持ってきてやったのに。新作なんだ、コールデューティーか、それともオーバーウォッチか、それともバトルボーンか。まあいいさ、貸してくれんのか本当に。ああ、例のピクチャー、ピクチャー、写真集、何の写真集だ。親しき友のためにと思って持ってきたが、そんなもんで満足すると思ってたのか俺が。そうそう、その写真集って何で使うの一体それ。あー、よく見ればな、このさ、エレメントスクールから一緒の梅原正義か。これ人が梅原か。ちょ待て、態度変わりすぎ。あー、スポーツがベリーウェルで、所属は剣道部、最近はゴースト部員にの決まって一面があるらしい。クラス虫でファウスも近い、寿司屋のジランボで俺のマイソウルフレンドじゃないか。でもなんでこんな雰囲気が変わるんだ。驚きの変わり身っぷりだな。やばり、どうやらな、このゲームの主人公、このゲームのメインキャストはな、ピュアに素直になれないんだよ、素直に。だから許してくれ。I'm sorry, I'm sorry true。ごめんよ、梅原。うん、梅原、正義って言うんだよ、正義。うん、正義。へへ、いいってことよ。ありがとう。むしろその食いつきを待ってたぜ。いや、正義君がね、優しいハート持ってくれてよかったよ。俺は安心した。で、どうだったか、グッドだったか。バリ、いいぜ。でもちょっと待ってくれ、俺何の話をしてるか全く分からんぞ、今。今俺は何のトークしてるか、そんなにか、コッシマどの方だったか。まあまあ慌てなさんなって、とにかく歩こうや。そうだな、遅刻はごめんだからな、俺も遅刻はもせんさ。悩みますね、かかって。そうだな、まずとりあえずスクールに行こうぜ、スクールに。スクールに行ってからゆっくり話そうぜ。こんな通勤のゆっくり話して遅刻で、そんな笑い話、そんなジョークにならねえ。